イメラジオ第6933回、今日は令和6年10月25日金曜日です。時刻は午後6時、横浜港北、金曜の夜来ました。曇った一日だったんですけど、今夜空で空が晴れてきました。明日はいいお天気ですね。この調子だととっても嬉しいです。明日は秋晴れになりそうですね。静かな夜、リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうか。イメラジオです。今回は、水島社長のすべて統一教会論。こんなタイトルでお話ししましょう。今回の総選挙で国盛が出せなかった。候補者を無念と。お金がないんだ。人材はあるけど、お金がない。社長はそんなふうにおっしゃってましたね。で、その国盛の出ない、この総選挙、もうこれはまがいものだと言いたいそうです。そして自民党、これはもう腐っているのは誰の目にも明らかなんですが、そして保守でも何でもない、公明党とひっついて、売国的なことをいくつもやっている、その通りですね。ですが、その保守の期待を担う参政党、あるいは日本保守党、この辺も全部統一教会なんだと、バッサリ、まあ、切って捨ててる、いかにも水島社長らしい、そういうコメントです。ですから、国盛のいない総選挙なんてと、それはもう、偽物で、だから、まともに考えるに値しない。そして、保守の皆さんが期待してらっしゃる、その参政党、あるいは日本保守党も、結局は統一教会、なんかここに出てくるわけですね、統一教会が。統一教会で、ですから、自民党の補完勢力なんだ。で、統一教会は、水島さんによるとね、統一教会はかつては自民党を応援していたんですが、それが、なくなったと思いますか？皆さんと社長は言うわけですよ。統一教会の保守を応援するという、しかもこれは選挙をやってる側からすると実にありがたい。つまりお金払わなくていい。熱心にやってくれる。そして長時間やってくれる。これがなくなったと思いますか？さすがに自民党と統一教会の関わりは安倍首相への銃撃事件以降、取り沙汰され、ですから、統一教会としてもやりにくくなったけど、それが、日本保守党や参政党に言ってるんだ。だから、偽物なんだ、というふうに社長言ってますけど、それはちょっとないだろう。それはないだろう、水島さん、とは思いますね。それはないだろうっていうのは、確かに統一教会入ってるかもしれませんよ、そりゃ。そして、神谷さんが以前おっしゃってたように、例えば、ボランティアでやってきて、選挙の手伝いやってくれるっていう人がいた場合、あなた誰ですかなんて聞かないと、やっぱり。どんな背景を持つ人ですかとか、やっぱ聞かずに、応援してくれるんならありがとうということで、やってもらうんだ。こういうことを言ってましたね。いちいち、調べたりしない。ましてやそういう人たちが、例えば日本保守党員ですとか、あるいは参政党員ですとかってなった日にはですね、もう党員が頑張ってるという、こう見えるわけですよ、参政党から見ると。でもひょっとしたらそれは統一教会の人たちがシステマティックにやってるのかもしれない。その可能性はあると思いますよ。あるいは日本保守党にしたところで、今全国にドーンと立ててる候補者をね、で、何名か通れそうだ。5名以上？けれど、その時にも、日本保守党の選挙運動に統一教会が関わっていないと誰が言えよう。いや、その通りですよ。が、これもさっきと同じで、日本保守党からすると、あなた統一教会ですか？ということで、例えば支援を断ったり、あるいは、献金を断ったり、ないでしょう。それは全然ないし、できないし、不可能。しかも、水島社長ご自身がですね、
例えば、都知事選に国盛が出たとき、あのときはまあ国盛じゃなかったんですけど、出たときに、自分とこの選対に、なんかこう集団でわっとやってきて、お手伝いしますっていうふうに言ってた人たちがいたんだそうです。これ多分、三島さん、そういう嘘はおつきにならないから、事実だと思うんだけど、あれは統一教会だっただろうというふうに、後になっておっしゃってますね。で、それも統一教会だったかもしれません、それは。可能性は十分にあると思いますよ。というふうに、だから国盛りだってそうなっちゃうわけですよ。統一教会の人がね、応援に来た、応援に来るというのを、別に防ぐことはできないし、防ぐ必要ないというか、あ、じゃあありがとうございます。で、応援するふりして、なんか別な妨害的なことやってるっていうなら非常に問題だけど、統一教会の人はそういう点すごく真面目なので、もう、しかも献身的にやってくれるんだよね。一種の宗教活動だから、彼らにとっては、あれはあれで。国盛、ここは、国政選挙にも幾度か出て、そして、統一地方選にも大阪府知事選に去年、稲垣候補がお出になってましたが、まあ、N 国党の、しかも大阪で60歩演説もやんなかった、女性候補にも負けてしまったということで、まあ、これは国盛は選挙出ない方がいいだろうという、そういう結論になった。それは正しいと思います。ただ、それは国盛の存在意義がないわけでは全然なくて、例えば街宣で、あるいはその他の政治活動で、やっぱ国盛って行動する保守ですから、非常に存在感あるし、あと存在価値もあると思いますがですね、やっぱり府知事選の時の核武装論っていうのを受けるわけないじゃないですか。そりゃ、それはね、西日進先生のご意思を継ぐとか、あるいは誰も言えないから国盛が言うんだとか、それはそうなんですよ。で、こう話している私も核武装をするべきだと思っております、日本はね。けれど、それ言うかと、やっぱり府知事選で。で、府知事選ではやっぱり大阪の問題を語ろうよと。ね、そこで核武装をしたら誰も聞きに来ないからと。もう実際、聞きに来なかったんですよね、残念ながら。だから、今回の全て統一教会だ論、これもですね、やっぱりちょっと控えた方がいいかなと思いますね。日本保守党や参政党を敵に回すだけやから。で、国盛が日本保守党や参政党と将来手を組んで何かすることもあるかもしれないじゃないですか。けれど、日頃からこんなこと言ってると、もう国盛が、あそこやめとこうってよそから思われちゃう。で、幸福実現党ともですね、幸福実現党は実は、この国盛に対して、あるいは三島さんとこの、さくらに対しても何回かアプローチがあったと水島さんは言っています。本当に幸福の科学はそういうことをやったかどうかは知りませんが、まあ、何回かアプローチはあって、その都度断ったというふうに言っていましたね。まあ、その真偽はともかく、水島さんは幸福実現とは中国の手先だとかって、やっぱりでっかい声で言ってたんですよ、ずっと。で、幸福の科学からも、それはないよ、水島さんというふうに反論がありましたね。で、幸福実現党っていうのは、もうその政策の一番最初に、中国の脅威っていうのを掲げていましたから、今も掲げてると思います。今回全然選挙出てませんけどね、幸福実現党は。ですから、水島さんが中国の手先だって言ってるのは、やっぱ、あれは間違いだったと。だから言わなきゃいいのに言うんですよね、水島さんね。だから今回も参政党とか統一、日本保守党に対して、あれは統一教会だって入ってるかもしれない。確かに入ってるかもしれないけど、そんなもの排除できないし、何回も言いますけど排除すべきでもないわけですね。あ、ありがとうございます。じゃあこれこれのことをこんな風にやってくださいってピシッとやってくれたら、最後にありがとうございました。何がいけないんですか。相手が統一教会だから何なんですか。ちゃんとやってくれたらそれだけね、党のためになるわけですから。国盛は選挙に出る政治団体には多分なれない、当分はね、なれないと思いますが、それ以外のところで
政治活動で頑張るべきだ。その通りだと思います。ただ、その時にですね、うちだけすごくてよ、あと全部ダメっていう、これはですね、あんまり社長言わない方がいいんじゃないかなと、私は思いますね。今回は三島社長についてでした。